よし、今回は、もやっと消しゴムっていうゲームで遊んでいこうかなって思うんだけど、まあ、なんだろうね。消しゴムゲームにいいイメージ、私あんま持ってないんですよね。なんか、消しゴムゲームってさ、不謹慎ネタとか、どしもネタネタとか、なんか多いイメージない。なんだろうね。なんだろう。タイトルからして不穏なんだよね。もやっと消しゴム。多分、もやっとする内容なんだろうけど、まあ、やってみなきゃわかんないか。レベル1、君の素顔が見たいと。いや、いいね。イケメンと美女なんだろうけど、多分、ブサイクなんだろうな。多分、ブスなんだろうな、女の子の方が。はい。まあ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 。でもまあ、普通じゃない？普通なのかわかんないけど、一言。おう、ベイビー、別れよう。なんか腹立つな、一言。まあそうだね。まあまあまあ、そうだね。可愛くない女の子だったみたいな。なんか素顔がわかるゲームなのかな。洗濯物を乾かして。ちょっと色気のある女性が。これは洗濯物を普通に乾かすだけでいいんじゃないかな。これは何が違うんだろう。不正解。違うのかな。雨雲か。ごめん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 。雲を消すべきだったね。で、雲を消そう。こんな色気、すごい色気だな。正解、女の子喜んでる。洗濯日和だわと、すごい色気だね。まあ、そうだね。まだまともだな。洗濯物乾かしたけど、そんな濡れるようなことの汗かいたのかな？そうだよ、まあ暑いもんね、日差しが。イチャイチャさせてと。オッケーオッケー。まだ不穏じゃないな。そうだな。多分ね、この女性を消して、そうだ、次の一言予想したいな。あ、邪魔者がいなくなったにしよう。で、正解と。一言。この世界に私たちしかいないみたいと。すごいな。クソ野郎どもだったね。いやー、なんか浮気かー。二問目がちょっと、どしもネタじゃないけど、ちょっとエロ入って、三問目が、直球のどしもネタっていう。四問目はちょっと不謹慎ネタで来るとちょっと予想していいですか。彼氏の秘密を暴いて、違う！これは変態だな。多分ね、女装してます、この彼氏。どうだ？よし！あんま嬉しくないな。君の匂いがして、24時間365日、一緒にいる気がするんだと。うわぁ。うわぁ、すごいな。なんか、すごい彼氏。まあ、ある意味、いい彼氏なのかもしれないね。アイドルの秘密を暴くと。ね、1問目が、顔が可愛くないパターンだったから、そうだな。こいつはね、多分ね、男だな。こいつは男だと予想していいですか？よし。なんか、俺消しゴムゲーム結構上手くない？こんな私も好きになってと。まあ、大丈夫だよ。男でもね、顔が可愛かったらいけるって人は多分、いると思う。なんかいるとは確信できないけど、いると思う。彼女を助けて。あー、なるほどね。女子トイレがね、混んでて、漏れそうな感じなのかな。漏れそうか。このパターンは大体漏らすんだよな。そうだな。一応助けようか。助けるけど、多分漏らすんじゃねえよ。すごい水滴が。遅かったか。うお、かっこいい。かっこいい。なんかかっこいいけど、かっこよくねえ。ずっとゲームがしたい。あ、ゲーム。このパターンはなんだろうな。なんだろう。お母さんを消す。お、すごいなんか、サイコパスだったね。まあ、お母さんをとりあえず消して、消すって言い方もなんか、怖いな。まあ、消して。怖っ。僕の邪魔をするままなんか大嫌いだと。いやー、そうだな。まあ、子供は親の心わかんないからな。親からしたら、ゲームもいいけど、勉強とかして、ね、将来困らないようにしてあげたいみたいな、そういうことを思ってたんだけど、まあ、お母さん消したから、こいつ廃人になっちゃったわけだな。まあ、因果応報だな。男性を助けてと。男性。すごい、ムンクみたいになってない？女の子すごいな。そんな腹つかせた男性がいるのに、よく食えるな。じゃあ女の子を消せばいいのかな？消しましたと。大丈夫？すごいな。これ化け物じゃねえか。これがサバイバルだと。怖いな。まあそうだな。女の子はどこ行ったんだろう？こいつ食べたんじゃねえかな？化け物じゃねえか、本当の。俺に構ってよと。これは事後なのかな？事前なのか全然わかんないけど。これは携帯を消してあげればいいのかな？まあなんか、ね、一緒におしゃべりしたいみたいな男の心があるわけだもんね。おー、ちょっとなんか、
ムカつく腹立つ場面だけど、スマホに愛はないんだぜと、サンボマスターみたいなこと言ってるけど、そうだな、スマホよりやっぱなんか対面してる時はね、スマホをいじらないで話してほしいっていう心は正直わかるわ。火を消して、おー慌ててるね。慌ててる暇あったらとりあえず火を消す、なんか水とか用意してほしいけどな。まあとりあえず火を消してあげようか。これは消せばいいのかな。まあとりあえず消して、結構まともな、おーまともじゃないな、全然バトモじゃなかったな。人死んでなかった今。大丈夫？ふう、よかった。よくないね。人死んでるけどね。見えてないのかな？なんか、俺正直、今まで会った中で、今までやった問題の中で、一番この子が怖いんだけど、レベル11まで来たね。中身は何？これは普通にヴァンパイアが入ってるんじゃないかな。あ、でもね、一言が、多分ね、女の子を襲うんだよ。確実ね。なんだろう。どうだろうな。女の血がうまいぜとか。トマトジュースみたい、みたいな。そんなこと言うんじゃねえかな。とりあえず、わかんないな。二人とも消せばいいのかな？いや、とりあえず消して、はい。あー、やっぱ襲うパターンだよね。で、なんだろう、女の血がうまいぜっていうに、一票。あっていう。なるほどね。あー、面白いな。そっか。そのパターンで来るんだ。おー、ちょっとなんか、感じちゃったのかな。なんだろうな。ヴァンパイア側の気持ちじゃなかったんだね。すごい。すごいな。いや、面白いな。すごい。全然想像してなかったな。刺して。怖い。いきなり。とりあえずじゃあ包丁。まな板消すのかな。ごめん、包丁消さないで。女の子を刺す。お、すごい。大丈夫かな。規制入んないかな。まあ、正解と女の子喜んでんね。なぜ僕の愛を受け止めてくれなかったんだ。お前が悪いと。いや、悪くないでしょ。なんかストーカー、いや、こういうなんかさ、頭のおかしいっていうわけじゃないんだけど、なんか、ね、罪のない女の子が死ぬのはあんまり好きじゃないな。ドシモネタの方がまだ、うん、シャッポ譲って、いや、ごめんなさい。全然ドシモネタの方が、ちょっと大笑いしちゃうぐらい好きなんですよね。こぼして。これはわざとこぼし、なんでわざとこぼすんだかわかんないけど、わざとこぼして、何つんだろう。あ、服がかかっちゃったみたいな。透けちゃったみたいな感じかな。あー、なんか、いいね。ちょっと、笑顔になるよね。平和だもんね。あん、濡れちゃったじゃないと。ね。すごい、なんか、なんだろうね。このゲームに登場する女性は、多分感じやすいのかわかんないけど、すごい水にかかっただけで、すごいなぁ。まあ、いいと思いますよ。私、とてもこのゲームアプリ気に入りましたね。くせ者織田信長かな。わかんないけど。まあ、とりあえず忍者がいたから、忍者を消せばいいのかな。とりあえず、なんだろう。殿様消してみる。これでいいのかな。はい。あー、くの一パターンか。いや、いい、平和な問題が。多いね。なんか、どしもれだっていうわけじゃないけど、なんか、いいね。そういうなんか、欲に直球なのか。お仕置きをせねばな。そうだな。お仕置きは大事だね。いや、いいと思いますよ。もっとやっちゃってくださいよ。ナイフを抜いていきなり来たな。いきなりサイコパス来たな。そうだよな。まあ、今まで平和だったからね。ナイフを抜いて、とりあえずナイフ抜いてあげればいいのかな。とりあえず、どっちだろう。ま、ナイフ抜いて、すごい。グロいな。汚いな。すご。なんか怖いな。なんか、一言が。今までなんか一言で、あはははみたいなバカな笑いしてたけど、なんか、ゾクッとした。意外となんか、このアプリ、闇が深いアプリなのかもしれないね。俺が想像以上に。